和漢三歳図へより、無ジな無ジなとは、主にアナグマのことを指す。時代や地方によっては、タヌキやハクビシンを指したり、これらの種を、はっきり区別することなくまとめて指している場合もある。この混乱は、マミのような地方名を交えて、非常に複雑な様相を呈している。無ジなの候補の一つとされるハクビシンは、南方系の動物でありながら、 九州に生息しておらず、四国及び本州に生息していることや日本における生息が比較的近年まで確認されていなかった事実から、飢化動物とされているが、無事なとして、アナグマやタヌキと混同され、または、来獣として認識された、日本の在来種であったという説もある。鳥山石煙、根弱がと続百鬼より、無事な目撃団によると、 無ジナの大きさは、犬くらいで後ろ足に比べて、前足は短く、毛の色は茶色。年を取ると背中に、白色の毛が十字に生え、人を化かせるようになる。また、各地によって、多少は異なっており、人の3倍の速さで走ることができたり、シールの中が良かったりする。無ジナの化かし方は大きく分けて3つあり、1つ目は他や、道を深い川のように思わせる。 二つ目は馬ンをまんじゅうに、声だめを風呂のように思わせる。三つ目は、方向感覚をなくすということである。この他にも人を何人も殺す凶悪なムジナがおり、一部の地域ではそれをオムジナと呼ぶことがある。日本の民話では、ムジナは狐や狸と並び、人を化かす妖怪として描かれることが多い。文献上では、日本初期の水古天皇35年の上に、 春2月、道の区国に、無事なあり。人となりて歌うとあるのが初見とされ、この時代にすでに無事なが人を化かすという観念があった、ことが示されている。下宇佐地方では、カブキリ小僧といって、無事なが妙に、短い着物を着たおかっぱ頭の小僧に、化け、人気のない夜道や参道に出没し、水飲め、茶を飲めと声をかけると言われた。小泉役物。 階段に収められた、のっぺらぼうの目撃艦、無ジなも、よく知られている。しかし、そのような話も、戦後以降見られなくなった。アイヌ語は、エゾタヌキを、もゆくと呼び、特に顔が黒いものを、スケモゆくと区別しているが、これは、熊のために飯炊きをしたので、すすで顔が黒くなったという、伝承のためとされる。なおアイヌでは、タヌキと、無事なは、区別されておらず、言うから、 もゆくキムカムイは、一般的に、ムジナと、熊と訳される。ムジナと、熊は、熊と暮らしていたムジナが、アイヌモシリに行った際、言いつけを破ったことで、カムイモシリへ戻れなくなってしまい、そのまま入り口を守る神、病を治す神になったという内容である。ことわざ、同じ穴のムジナとは、一見違っているように見えるが、実は同類であるということの例え、 主に悪い意味で用いられることが多い。迷信では、ムジナが、タヌキと同じ穴で生活する習性を持つことに由来していると思われる。実際に、穴熊が掘った巣を、タヌキやキツネアライグマが共同利用することが確認されている。ありがとうございます。